セレッソ大阪、酒本紀之。幼き頃サッカーと出会い憧れた選手とは。J リーグのヴェルディ川崎でしたっけ。そこでテレビで見て、ああすごい輝いてる人やなと思ったのが三浦和義選手です。まあカズダンスもしましたし、やっぱあのマタギフェイントっていうのはやっぱすげえなっていうふうに思いました。三浦和義、50歳を超えた今もなお現役を続け、多くの人に夢と希望を与え続ける日本サッカー界のスーパースター。一言ではねもう語れないですけど、やっぱ今もこうやって続けて、ほんまにサッカー好きなんやなっていうのがすごい伝わってくるんで、そこが一番魅力かなと思うし、サッカーをこうするきっかけになったっていうことも含めて、まあ、もちろんいろいろ憧れてる人はいますけど、やっぱこう最初に見たこうあのスター性は、はい、変わらないと思います。ああいう風にこうしたいなっていうのはありますけど、あまあ少しでも近づけてるんやったら嬉しいな。酒本紀之のヒーロー。